心感が赤く果て静脈を刺さって病弱な愛が飛び出すもんでレッドルさえも狂気に変えてしまいました。ノンフィクションですか、心がどうもダメできないでした。悲しいのがどれか悩んでいた、どれも不正解というオチでした。どうしようもないくらいの心を